はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、算数応用編やってみたいと思います。はい、ということでね、前もやりましたけども、ちょっとニューバージョンということでね、セリフと、属性はもう決まっていますと。ね、中の、感情だけちょっと変えていこうかな、なんていうので、セリフはですね、前回に引き続き、バカ。ね。バカっていいですね。使いやすいセリフですね。そして今回は、前回クールでしたけども、まあ前回になってるのかわかんないですけどね。今回、けだるげということでね。けだるげなバカ。違いますね。そうすると、けだるげなバカが出来上がりそうなんで、違います。そういう人ではなく、けだるげなキャラクターのバカということでね。まずはスタンダードなやつからですかね。気だるげな人でバカでしょ。スタンダードなやつは難しいね。言うのかな。バーカ。こんな感じですかね。覇気がない。じゃあそこに、お、上から目線。これが加わるとどうなるのか。まずノーマルでバーカー、上から目線になるとバーカーみたいな感じですかね。お、いい感じじゃないですか。バーカー、バーカー、そして怒りに変わりますね。バーカー、バーカー、バーカー、もっと出すか。でも気だるいんだよ。バーカー。はい。ちょっと難しいぞ。覚えてないぞ、俺が。ノーマル、から目線、怒り。バーカー。バーカー。ちょっと大げさになってきましたね。バーカー。バーカかな。ということで、またお会いしたいと思います。バイバーイ。